皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。俳優の浜ま吾兵うご、ひが W 主演を務める TBS ドラマストリーム「ど恋毒も過ぎれば恋となる毎週火曜51時56分放送時間は変更になる場合があります。一部地域を除くの第3話が10月1日に放送された。以下、ネタバレを含みます。写真一体何が。 上半身裸の浜ドラマの原作は牧野圭介氏が書き下ろす同名小説。天才弁護士、シハレーマは大学在籍中に司法試験を最高得点でクリアし、大手法律事務所の最年少共同パートナーとなる。あまたの大手クライアントの法律顧問として重宝されている。ある日、芝はバーで謎の天才詐欺師、ハルトと出会う。 有能な仕事のパートナーを探していた芝に相棒になってあげてもいいよと誘うハルト他人になりすますハルトの才能を買い芝はハルトを自宅で飼うことに絶対秘密のパートナーとの共同生活が始まる甘え上手でどんな危険な目に遭おうと飼い主のために尽くすハルトに恋愛初心者の芝は次第に「毒されついに「恋」に落ちる第3話は 春兵頭勝美にドキドキさせられっぱなしの芝浜祥吾は「春とをただの相棒を」だと思うことで平静を保とうと必死だ芝が広告代理店の弁護を務めるインフルエンサー絡みの裁判が始まった訴訟を起こした教育系インフルエンサーしたら河合賀門による涙ながらの証言に裁判は芝にとって不利な流れとなっていた さらにシタラの証言を裏付ける証人の出廷に心証はシタラに傾きつつあるだが芝はハルトのつかんだネタを武器に反対尋問へと乗り出すのだった裁判が終わり自宅に戻った芝はハルトからあるおねだりをされというストーリーだった物語冒頭ハルトの用意したバラフロに入る芝そこにハルトがじゃあ入りますとやってくる そしてシーンが切り替わると芝とハルトが密着して入浴するシーンに実はこれは芝の「妄想で」でハルトは「じゃあスキンケア入ります」と言っていたのだいきなり書かれた「禁断の入浴シーンに」に視聴者からは「芝くんもう心揺さぶられまくりじゃん」画面がマッピンク W。 ハルトのこと完全に意識してる、冒頭から話し物ですわなどの声が寄せられている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。